ル。ママトンです。パパトンです。ルイトンです。ライトンチャンネルです。はい、今日はですね、ルイトンが BCG の、ね、予防接種をしてきたので、今日はその動画をねお送りしたいと思います。はい、じゃあその時の様子をどうぞ。おいおい、すごいね。まだだよ、まだ。もうちょっとだからな。我慢しててね。ここでいくよ。はい。1、2、3。はい、もう一回で、もう一個で。ここで1、2、3。これでおしまい。よく頑張りました。はい、というわけで見ていただきました。じゃあちょっとルイトンの今の腕の様子を見ていただきましょうか。はい、今こんな感じですね。あんまり見えないね。はい、この辺ですかね。この辺、どの辺、わかんない。この辺だと思います。うん、ここですね。はい、ライトンはこことここ、こことここ、まだ全然残ってない。そうだね、こことここに残ってますね。うん、BCG は、1歳までに、受けてくださいっていう風に書いてあったので、8ヶ月に打ちました。他の方はもっともしかしたら早く打ってる方もいると思うんですけど、ちょっと病院で調整してもらって8ヶ月になりました。ルイトン、ルイトン打つ前からちょっともう半泣き状態で痛いだろうなーっていうのが分かったのかなと。頑張ったね。ね。でもすぐ泣き止んで、そうそう、お利口さんだったので、BCG はね、無事終わりました。で、1歳まではもう注射はないので、まあ、あると言ったらシナジスかな。シナジスは毎月打たないといけないんですけど、まあ、シナジス注射っていうのは、まあ、例えばちっちゃく生まれたりとか、まあ、そういういろんな病気にねかかりやすいと言われてる子たちが、まあ、打っておく注射なんですけど、で、そうそう、ライトも打ったね。そうで、体重によって本数が決まるので、ルイトはもう大きくなったから2本。まあ、そういう感じですね。なので、まあ、シナジスは続くんですけど、予防接種は一応終わりましたと。はい、セクシー。はい、というわけで今回はルイトンの BCG のご報告でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。バイバイ。